tout le monde, c'est Maya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, épisode 212. Sur ce, bon visionnage. として認識されたようだ。だがこれしき我が何とかしよう。 命ずる。
続き下に進むしかないようだ。しかしその前にこの層の守衛装置を壊す必要がある。やった、うん、っ、あって、やっ、やっ、か、魂よ、転身直送、うん、やっ、うん、取ってか、みんなを守るからね。ほっ、た、と、命ずるか、せ、取って、うん、まだまだ。
元気出してよ。と、や、
行くぞ。やるじゃないか。はっ、みんなを守るからね。過ちを正さないと。急ごう。いや、ほれ。ははあ。よっ。ふっ。トン。この。はよっ。イゴさんだったか。行くぞ。やるじゃない。みんな先に逃げろ。ミュージック。メーズル。はっ。魂よ。そうはさせない。入れよ。律令に従え。まだまだ。やっ。いった。はっ。って魂よ、命ずる。か。強殺の災い。元気出してよ。やっ、魂よ。宿命からは逃れられない。悪く思うな。後悔するぞ。
ってと命ずる。はっ、って入れよ。はっ、ふん、って命ずる。ふん、た、いった。活性化されていない浮上の石が宙に浮くことはない。見た目は普通の石と異なるが、その重さはほぼ同じだ。浮上の石は活性化されることで初めてその進化を発揮する。属性の束縛から解き放たれ空…そうだったのか、進化は物知りなんだな。我の師匠は雑談が好きでな。暇があれば我を引き連れ、さまざまな伝承を話してくれた。興味のない内容の方が多かったが、まさかこのように役に立つとは。
あ、ふと思ったんだけど、もしここで活性化させたら持ち帰れないよな。そんなことしたらオイラたちまで一緒に飛んでっちゃうし。でも活性化させないと重くて運べないと思うぞ。どうやって運んだらいいんだ。案ずるな。これ式であれば我にとって大した重さではない。でも安全第一だぞ。心配無用だ。この浮上の石が貴重であることは重々承知している。ぶつけたりせぬよう細心の注意を払おう。我を？そうだぞ。神格がどんなにすごくても、もしこんな重いものの下敷きになったら怪我だってするだろう。重いものを運ぶときは身の安全に気をつける。これは常識だぞ。そうなのか。あ、ならば気をつけるとしよう。我は浮上の石を担いで先に行っている。後ほど建設現場で落ち合うとしよう。あんな重いものを持ち上げられるなんて、神格ってやっぱりただものじゃないよな。オイラたちも早く建設現場に戻って神格と合流しよう。Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!